美味しいよ、これ。苦いっす、やっぱ。苦い。まあ、こっちは飲みやすいっすね。こっちは後味がちょっと苦い。これが幸せなんだよ、これ。めっちゃ重いっす。何が企画する？相方のアウンコスプレ考えてる。一人で笑ってるんですよ、いつも。はい。30円ですか？30銭とか30円とか。そうですか。これで70とか。これ150円でハーフ&ハーフハンバーグ飲めてんだよ。超幸せだよ。別に全然わかんないっす。おもろいっすね。地味に一人で笑う感じなんだけど、それ見てる方が面白いよ。そうっすか。みんな意外だと思うよ、多分。そうなんですかね。日本にいてもそうってことでしょ。全然わかる。かまいたちチャンネル、霜降りも面白いですけど、見るやつと見ないやつ分かります。かまいたちは結構何でもおもろいです。めっちゃ仲いいんですよ。だからすごくちょっと面白いです。面白そう。何見てます？話面白いですよね。そりゃそうだね。YouTuber じゃないんで、聞いててなんか面白い。しょうもないっすね。しょうもないっすね。誰も笑ってない。将棋つけてないってこと？どんどん出てくるやん。で、俺なんかちょっとずつ食べたいから、こう、だんだん溜まっていっちゃって。ごめん、あと出てきます。ハワイに同じこと言ってる。マジ言ってる。